まあ、今月は、キンキキッズとムッシュと。ああ、そうですね。まあ、本当に、あれだったね。珍しく池から沼まで。池から沼まで。池から沼までのゲストだったね。そんな変わらない。池様から沼様まで。池様、沼様、あんま変わんないですけど。あの、キンキが、はい、先々週でしたっけ、うん、新宿の都庁のとこで、プールに入って、取材をしたっていう、はいはい。写真送ってくれましたよ。くれましたね。すごいな、これ。うん、これはありえないね。あと、ふんどしで歌ってる。ふんどしっていうか。例えよ、こんなにって歌ってるんですよ、これ。このジャニーズもとんでもない仕事させてるね。このふんどしすごいっすね。この頃あれだろうの、キンキキズもこんな今みたいになるとは思ってないだろうからさ。全然。まあ、とりあえずやるしかないかも、ね。これ、光一がさ、嫌がるのをこれに二度としたくないっていうのは、わかるね、これ。これは。都庁の前でプール入ってる。本当ですよね。これは嫌だろう。だけどこれ二人ともガキだな。まだだってすごいガキです。中学校ぐらいか。じゃないですかね。小学校ぐらいかな、これ。ちっちゃいな。ちっちゃいですね。まだ中学校。つよしなんかもまだヘナチョコだね、これ。ヘナチョコもいいとこですよ、これ。すごい。おうちどっかの家庭教師みたいな顔してる。本当だ、ね。情けない顔してます、情けないね、こういう今の美少年ぶりはないね。ないですね。この二人を見て、将来、あんなアイドルになると思わないように思う、ジャニーさんがやっぱすごいです。ジャニーさんがすごいよ。すごいですよ。ジャニーさんっていう人は、俺、理解できないけど、これまた森正幸さんじゃないけど、ジャニーさんって人も理解に苦しむね。俺なんか。そうですか。どこでこうやって目つけるのかわかんない。少年隊でも、子供の時って、一番やっぱり東がダメだったんですよ。ダメだったのか。やっぱ錦と植草は可愛かったですよ。あ、植草とか可愛かったんだな。東、どこがいいんかな、まあ、東ファンに怒られちゃいますけど、その子供の時ですよ。だけど、大人になった、あんな大人になってる。大人になったね。そのやっぱり。植草は本当の大人になっちゃったね。おじさんになっちゃったけど。でもやっぱジャニーさんすごいな、と思って。それ目つけるのすごいんだよな、すごいな。原石に目つけてるんだな。原石にね。すごいなと思います。この二人を見たらやっぱ思いますよね。これを見たらね、俺これ二人いらんもん。俺だったら。すごいな。この、つよしのふんどしで歌ってるやつ、これなんかコーラ飲んでるみたい。これコーラ飲んでるんじゃないマイクですか、これ。これは風呂上がりでコーラ飲んでんじゃないのか。そんな感じですよね、なんかね。すごいな。とんでもないやつだな、これ。